日々思うことを語る今日の一言明日の本番に向けて今日は劇場で、えー、稽古をしました、えー、照明合わせもして、えー、場当たりといって、えー、位置決めもしてそして稽古をしたんですけれども、えー、やはり私は初めての劇場オーバードホールで、えー、初めて その実際の段差のある舞台というので皆さんが踊るのを見ながらんやはり劇場の下見というのは、えー、大切だったんじゃないかなということも思ったりしています、えー、照明の、えー、当て方などにしてもやはり、えー、慣れてる劇場と 初めての劇場ではおのずからこの当て方のツボというんでしょうかが違ってくるそこをやっぱりちゃんと検証しないといい作品を作るということは難しいんだなということをつくづく思い明日に向けてまあできる限りのことを今やっているという状態です明日は いよいよ本番です。では、また。